皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FXD リング部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は115円の44銭。ドル円115円台に入っています。一方で、ユーロは1.1144、1.12を割って、このレベルというのはですね、2020年、 つまり、1年8か月前の安値になっています。で、その隣、ユーロ円は128円の65銭、まあ、ドル円の円安とユーロドルのユーロ安に挟まれているんですが、ユーロドルの下落が激しいんで、ユーロ円も少しユーロ安円高気味に動いています。王子ドルは0.7034、そして王子円は81円の21。 このようなレベルで現在、東京マーケットで取引が行われています。では、ドル円の1時間足のチャートで、マーケットを振り返ってみたいと思います。これはですね、1週間前のチャートからなんですけれども、先週のマーケットライブでどういうような状況だったということを簡単にレビューするとですね、この水糸の線見えるでしょうか、これは200時間線ですね。114円のロック丸というのが走っていて、 先週この時間ですね、ドル円はこの200時間移動平均線を超えられないで円高に来ているということで、113円台、113円の74までドル円は下がっていたんですねで、こういう状況が続くかなと思ったんですが、今週になって、これが今週のドル円の1時間足のチャートです、大きくドル高に動いています。 そして115円の4級まで、えー、円安が進んでますね。で、ここでもう一度注目していただきたいのが、200時間移動平均ですね、水色の線。これは114円のだいたい27ぐらいのレベルを今、走っているんですけれども、このドル円のこのチャートを見るとですね、ずっと200時間線の下でですね、うだうだしてたんですけれども、これを超えた途端にですね、えー、一気に。 上昇が進んでいますでこの200時間移動平均、これまではレジスタンス、つまり上の目処だったんですけれども、今は安値、えー、サポートの目処ということになっています。ですので、まあ、短期的にはですねこれから来週にかけては逆にこの200時間移動平均、114円の20から30ぐらいですか、これよりも上だったらドル円のブルートレンドが 継続これをまた下回ってくるような、えー、動きになればもう一度ドル円は円高サイドに動きやすいということになると思います。ですので、まあ、この200時間移動平均をですね1つのベンチマークとして見ていただくといいかなと思います。で、まあ、ドル円115円の50近くまで上がったんですが、まあ、ちょなぜドルが買われたか。 というと、ですね、まあ、今週大きなイベントがあったんですが、それは1月の FOMC ですね。で、その FOMC において、パウエル FRB 議長が3月の利上げ、まあ、3月とは言ってないんですけれども、3月の利上げがまあほぼ確実になったと。アメリカ等々ですね、利上げサイクルにもう2か月後から入ることになります。それだけではなくて、 今年1年ですね。3月1回だけではなく、2022年、今年1年間でマーケットが予想しているのは4回の利上げ。だいたい1回の利上げは、えー、25ベーシスですので、今年の年末までに FRB は合計で1%の利上げをするということが、まあ、ほぼほぼ肯定されたということになって、とうとうアメリカ利上げサイクルに入ると。しかも、 かなり大きな幅での利上げだということで、金利差の面からドル円が買われたということになります。で、それだけではなく、バランスシートの縮小にも着手するということですので、バランスシートの縮小というのはです、ね、ステルス利上げとも言われてますので、実際のこの1%以上にです、ね、アメリカの金融政策は引き締め状態に入る。 とということになります。それただ、ドル円はですね、えーまあ、この結果を見ても、ですね、これはドル円の月の足のチャートですね、これを見ていただきたいんですけど今年116円の3号まで年の初めにですね、年初にですね、ドル高円安が進んでるんですが、まあ、これだけの材料が出てるんですけれども、そこまでまだ行っていないと。ただ、 来週にでもこのレベルがもし到達するんであれば次のターゲットということになると2017年の118円の60というのがターゲットになってくると思いますそれを超えると125円ということなんですけれども125円というのは少し離れてますので、まあ、来週の目標というのはですね200時間移動平均を気にしつつ 今年の高値116円の3号、それを超えると118円の6丸というようなイメージを持っているといいかと思います。ただこのですね116円の3号から4丸、えー、このレベルというのはですね今年の初めにつけたんですけれどもこのレベルを見るとすでにですねもう折り込んでいるレベルではあるんですよね。ですから115円まで戻して はいるんですがこの116円を超えるもう1回116円に復帰してそれからさらに118円行くためには新たな材料が必要なのかなというふうに思ってるんですねただ、えー、今見てきたようにですね FRB の4回の利上げというのはすでに織り込んでいるとバランスシート縮小も分かっていると もしかしたらそれを前倒しするっていうこともありうると。それもまあまあ計算に入れているそれでも115円ということなので、このピンク色のゾーン、116円の3号より上っていうのはですね、近いように見えて、意外とタフなんではないかと思います。そういう意味では、来週のですね、マーケットでこのレベルをどのような形でトライするのか、あるいは失敗して下がるのかということで、 注目ではなないいかなと思っています。そしてちょっと長いところを見てみたいんですけれども、これは先週もちょっと説明しましたけれども、2022年、えー、今年の FX の最大のリスクは中央銀行であると。それは今週の FOMC、つまり FRB のですね、会合で、 ドル円が115円台まで一気に上がったということも、えー、が示しているようにですね、中央銀行の政策、中央銀行の動きというのが、今年の FX のマーケットを動かす材料になります。で、FOMC 終わったんですが、来週は RBA、オーストラリア準備銀行、ECB、欧州中央銀行、そして BOE、イングランド銀行の政策金利の発表があります。それぞれの銀行、中央銀行がですね、このインフレが上がっている中で、どのような政策を出すかということで、来週もマーケットは大きく動く期待があります。まあ、どれだけ強気かということになってですね、そうすれば、今週まではドルの 相場でしたけれども来週からはユーロの相場あるいはポンドの相場になるかもしれないのでまあ、ドル円だけじゃなくユーロ円ポンド円も来週はトレードチャンスが出てくると思いますそういうことで、えー、まあ来週のマーケットも期待したいと思います今週は以上ですなおこの動画が気に入りましたらいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますそれではさようなら